カンサスシティスタンダードを実装した SWTPCAC-30 カセットインターフェース1976年5月に80ドルで販売されたカンサスシティスタンダードまたはバイトスタンダードとはコンパクトカセットテープに300から2400ビット秒のデータレートでデジタルデータを記録するフォーマットの一つである1976年に 初めて定義された。これは1975年11月にミズーリ州カンザスシティで開催されたバイトシ主催のシンポジウムで安価な民生用カセットにマイクロコンピュータで作成したデジタルデータを保存するための標準規格を開発したことに橋を発している。基本規格のバリエーションの一つにカッツがあり、これは300ビット秒では同様だったが、 オプションで1200ビット秒のモードもあった。カッツはエイコーギや MSX などで使用されていたデフォルトのエンコーディングだった。MSX にはさらに高い2400ビット秒モードが追加されたが、それ以外は同様だった。カッツの1200ビット秒モードはクロスプラットフォームのベーシックコードで使用される標準でもあった。KCS は マイクロコンピュータ革命の初期から存在していたが別のエンコーディングの発生を防ぐことはできなかった。当時のほとんどのホームコンピュータは KCS と互換性のない独自のフォーマットを使用していた。初期のマイクロコンピュータは一般的にプログラムの保存に紙テープを使用していたが紙テープは高価だった。コンピュータコンサルタントのジェディ・オブディンは 紙テープの代わりにコンパクトカセットを使用し、音声で記録することを思いついた。彼はこのアイデアを、ポピュラーエレクトロニクス誌の編集者である、レッソロモンに伝えた。彼も、同様に、紙テープに不満を持っていた。1975年9月、二人はヒッツについての記事を強調した。この方式は、位置と例を表す二つのトーンを使用している。その後すぐに、 多くのメーカーが同様のアプローチを使い始めたが、それぞれのシステムには互換性がなかった。バイト氏を創刊したばかりのウェイングリーンは、すべてのメーカーが一堂に会してデータレコーダーの統一企画を作成することを望んでいた。彼は1975年11月7日から8日までの2日間、ミズーリ州カンザスシティで会議を開いた。この会議では、 ドンランカスターが TV タイプライタークックブックで提案した方式を採用することで合意した。会議の後、プロセッサーテクノロジー社のリー・フェルゼンスタインとパーコム社のハロルド・マウフがこの企画を執筆し、バイト紙に掲載された。KCS カセットインターフェースはシリアルポートに接続するモデムに似ている。シリアルポートからの位置と例は周波数変異変調によって、 オーディオトーンに変換される。例のビットは 1200Hz の制限波の4周期、1のビットは 2400Hz の8周期で表される。これによりデータレートは300ボウとなる。各フレームは1つの例のスタートビットから始まり、8つのデータビット、2つの1のストップビットが続くので、各フレームは11ビットとなり、毎秒2731バイトのデータレートとなる。 バイト1976年2月号にはシンポジウムのレポートが掲載され、3月号にはドンランカスターとハロルド・マウフンによるハードウェアの例が掲載された。300棒という例とは信頼性が高いが遅く典型的な8キロバイトのベーシックプログラムをロードするのに5分もかかった。ほとんどのオーディオカセット回路はより高速な速度に対応していた。レソロモによれば KCS の努力は身を結ばなかったという。残念ながら、それは長くは続かなかった。その月が終わる前に、誰もが自分のテープ企画に戻ってしまい、録音方法の混乱が悪化してしまった。カンサス式シ,シンポジウムの参加者は、以下の通りである。プロセッサテクノロジー社は、300棒、または1200棒で動作するカッツ方式を開発し、普及した。 プロセッサテクノロジー社は S-100 バスのカッツテープ I、オンインターフェースボードを提供している。ターベルカセットインターフェースは、初期の PC 販売店であるスタンベートによれば S-100 コンピュータの事実上の標準となったカセットインターフェースである。ターベルのネイティブ方式のほか、KCS 方式にも対応していた。インターフェースエージ1977年5月号。 カンサスシティスタンダードにより、プログラムを記録したそのシートが付録として付いている。1976年8月に、ニュージャージー州アトランティックシティで開催された PEC 賞で、プロセッサーテクノロジー社のボブ・マーシュは、インターフェースエージ氏の発行者であるボブ・ジョーンズに、レコードにソフトウェアをプレスすることについて話を持ちかけた。プロセッサーテクノロジー社は、 インテル8080 80のプログラムを提供して、録音してもらったが、このテストレコードはうまく動作せず、同社ではこの取り組みに時間を割くことができなかった。SWTPC 社のダンベイヤーとゲイリーキーは、ロバートユイターウィックに対し、MC6800 用の 4K ベーシック、インタプリタプログラムを提供するよう手配した。このプログラムを KCS により、オーディオテープに録音し、 そのテープからマスターレコードを作るというアイデアである。エヴァトーンは薄いビニール製のレコードに一曲分を記録することができた。これは安価で雑誌に付録として付けることができた。マイクロコンピュータシステムズ社のビル・ターナーとビル、ブロングレン、インターフェースエージ氏のボブ・ジョーンズ、ホリデーイン社のバドシャム・バーガーがエヴァトーン社と協力してレコードへのプログラムの記録に成功した。 テープへの録音の中間段階ではドロップアウトが発生するため SWTPCAC-30 カセットインターフェースをレコードカッティング装置に直接接続した。インターフェースエージ1977年5月号に KCS による音声を約6分間収録した3313回転のレコードがフロッピーロムの名称で付録としてついた。 1978年9月号のフロッピーロムナンバー5は両面に記録されている。Apple Basic による自動化されたドレスパターンと IPS フォーマットによる文字を書くためのプログラムである。KCS のオリジナルの企画ではデータはマークとスペースで記録されていた。マークビットは 2400Hz の周波数で8周期で構成され、 スペースビットは 1200Hz の周波数で4周期で構成されていた。通常は1倍ト長のワードはリトルエンディアン、つまり最下位ビットが最初に記録された。7ビットのワードの後にはパリティビットが続く。エイコーンコンピュータは BBC ミクロとエイコーンエレクトロンにカッツによる1200棒のバリエーションを実装した。これは 0ビットを 1200Hz の制限波の1周期に1ビットを 2400Hz の2周期にすることでデータレートを上げたものである。標準的な符号化方式では8ビットの情報の周りに0スタートビットと1ストップビットを置き960ビット秒の有効データレートが得られる。またキャリアトーンのギャップを挟んで256バイトの ブロックに記録されており、各ブロックには、シーケンス番号と CRC によるチェックサムが記録されているため、読み取りエラーが発生した場合には、テープを巻き戻して失敗したブロックからリトライすることができる。MSX はデフォルトで、A コーンと同じビットエンコーディングによる標準の1200ーと、オーディオレートを2倍にする2400トの両方に対応している。 2400棒のバリエーションでは、0ビットは 2400Hz の1周期、1ビットは 4800Hz の2周期である。エイコーンとは異なり、MSX は1つの0スタートビットに加えて2つの1ストップビットを使用するため、1200棒での実行レートは約873ビット秒、秒2400棒での実行レートは約1745ビット、 秒である。マシンのバイオスは、理想的なオーディオソースから最大3600棒でデータを読み出すことができる。ボブ・コットスとマイク・ブランド・フォードによって提案され、アマチュア・コンピュータ・クラブのニュースレターで発表された、クイックカッツ企画も2400棒で動作する。これは、0を1 2 0 0ルツの半周期、一を2 4 0 0ルツの一周期としてエンコードしていた。受信機は、 位相同期回路を使用して自己クロックしていた。1978年に発行されたこの特許は同様の CMI 符号の1982年の特許よりも前に発行されている。ありがとうございます。